北朝鮮がひどいことになっています。お疲れ様です。パーソナリティのアスカです。動画をご覧いただきありがとうございます。さて本日のテーマは、北朝鮮で食糧危機が発生、役所に殺到する国民を部隊が鎮圧する地獄絵図をお送りします。役場に押しかけ食料を求める北朝鮮の国民。北朝鮮北部のリャンガンド地方では2024年3月末に衝撃的な事態が発生しました。長年にわたる食料不足に苦しむ高齢者や生活困窮者たちが必死になって役場や朝鮮労働党の庁舎に押しかけ、食料の支給を求めて抗議の声を上げたのです。ある80歳を超える老婆は町役場に乗り込み、金正恩総書記様が人民を飢え死にさせるはずがない、きっと幹部たちが横取りしているに違いない、今すぐ食べ物をよこしなさいと涙ながらに訴えました。役場は彼女を追い返すことはできず、わずかな食料を渡して帰らせたそうです。しかしこの出来事が瞬く間に周囲に伝わると、次々と高齢者たちが役場に押しかけ食料を求める事態に発展しました。警察は機動隊を投入し、高齢者たちを強制的に解散させ、家族を呼び出して連れ帰らせたということです。北朝鮮当局はこの騒動をデマの拡散による社会不安の扇動と捉え、厳しい統制に乗り出しました。4月からは事件や政策への批判者に対する厳罰も通知されたとのことです。実は北朝鮮では2020年以降、中国との国境を封鎖したことで貿易が途絶え、経済が悪化の一途をたどっています。韓国統一省の推計では、2023年の北朝鮮の一人当たり GNI は約14万7千円と低所得国の水準にとどまっているそうです。この数値は2022年の推計値である15万円よりもさらに低下しており、北朝鮮経済の深刻な状況を物語っています。さらに金正恩政権は市場経済の抑制に力を入れており、住民の生活を圧迫しています。2023年末には国営企業や公務員の賃金を10倍以上に引き上げましたが、支給は現金ではなくカードでの支払いに変更されました。このカードでは国営の食料販売所でしか買い物ができず、自由に使えるお金が減ってしまったのです。また脱北者への聞き取り調査によると、2016年以降に脱北した人の 72% 以上が政府からの食料配給を受けたことがないと回答しています。多くの家庭が闇市場に頼らざるを得ない状況に追い込まれているようです。闇市場では米 1kg が約750円ほどで取引されていますが、公務員の月収が約300円程度であることを考えると、いかに庶民の生活が苦しいかがわかります。そんな中、金正恩総書記は2024年1月、娘や妹の金与正氏らと共に平壌近郊の養鶏場を視察し、生産能力を高め、肉と卵を人民に届けるべきだと述べました。食料不足の改善をアピールする狙いがあったのでしょう。しかし専門家からは一時的なパフォーマンスに過ぎないとの指摘も出ています。北朝鮮の体制そのものが国民の生活を脅かしている現状では、抜本的な改善は望めないというわけです。国連の推計では北朝鮮の人口は2034年をピークに減少に転じると予測されています。少子高齢化が進む中、食糧難や貧困から将来への希望を失う若者たちが増えているのかもしれません。実際2022年に脱北した20代の男性は、将来に希望が持てない、自由を求めて脱北を決意したと語っています。また2023年に入ってからは北朝鮮で深刻な干ばつが発生し、農作物の収穫量が大幅に減少しました。国連食糧農業機関の報告によると、2023年の北朝鮮の穀物生産量は前年比で 15% 減の154万トンにとどまる見通しです。この数値は1990年代の苦難の行軍と呼ばれる大飢饉以来、最も深刻な水準だと言われています。北朝鮮の食糧不足は自然災害だけでなく、金正恩政権の失政にも原因があります。核・ミサイル開発に巨額の資金を投じる一方で、農業や経済の発展には目を向けていないのが実情です。さらに、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために、2020年から続く国境封鎖も、経済を疲弊させる要因となっています。このような状況の中、北朝鮮の高齢者や貧困層は、生きるために必死の抵抗を続けています。先日の80代の老婆のように、権力者への直接的な抗議行動に出る人もいれば、闇市場で食料を求める人もいます。しかし、北朝鮮当局は、
こうした行動を反体制的とみなし、容赦なく弾圧しているのが現状です。2024年4月には、ハムギョンブクドのチョンジン市で、闇市場の取り締まりに抵抗した50代の女性が、警察官に射殺される事件が発生しました。この女性は、闇市場で米を売っていたところを取り締まりに遭い、抵抗したために殺害されたのです。北朝鮮の市民が、食べるために命がけで闇市場に頼らざるを得ない悲惨な状況が浮き彫りになりました。北朝鮮の人権問題に取り組む NGO ヒューマンライツウォッチは2024年5月に発表した報告書の中で、北朝鮮政府は国民の基本的な生存権を脅かしている、国際社会は北朝鮮の人権状況を改善するためにより強力な圧力をかけるべきだと訴えています。しかし北朝鮮政府は自国の人権問題について主権国家への内政干渉だと反発し、批判を一蹴しています。金正恩総書記は2023年12月の朝鮮労働党大会で社会主義の優位性を示すために経済建設に邁進すると述べましたが、その一方で帝国主義者たちの制裁圧力に屈しないとも強調しました。北朝鮮の人々の苦しみは長年にわたる国際社会の制裁と金正恩政権の強硬姿勢によってさらに深刻化している状況にあります。食料不足に苦しむ高齢者や貧困層の抗議行動は北朝鮮社会の矛盾を浮き彫りにしていますが、当局の弾圧によって容易に解決への道筋は見えてきません。国民の生活を顧みないキム一族。北朝鮮の金正恩政権は国内の市場経済の役割を縮小させ、個人の経済活動に至るまで厳しく統制しようとしています。特に貿易会社への締め付けが強化され、多くの企業が閉鎖に追い込まれています。これらの貿易会社は、かつて石炭や鉄鉱石などの地下資源、水産物、高麗人参などの漢方薬の原料、乾燥したゼンマイなどの山菜、リンゴや梨などの果物を中国に輸出し、その収益で衣料品や食料品、自動車部品や工作機械などを輸入していました。しかし2019年頃から、貿易会社への統制が厳しさを増し、2020年初頭に新型コロナウイルスのパンデミックが発生すると、北朝鮮は国境を完全に封鎖し、貿易は激減しました。韓国貿易協会の最新の統計によると、2023年の北朝鮮の対中国輸出額は、前年比で 90% 減の約47億円、輸入額は 85% 減の約430億円にまで落ち込みました。この結果、貿易会社の多くは、活動を大幅に縮小せざるを得なくなり、国家主導の貿易システムへの移行を余儀なくされています。金正恩政権は、これらの貿易会社を資本主義の温床とみなし、社会主義体制を脅かす存在として、厳しく取り締まっているのです。2024年3月には、平壌市内の有力な貿易会社の幹部3人が、非社会主義的行為の罪で公開処刑されたと、韓国のメディア、デイリー NK が報じました。この会社は、中国との貿易で巨額の利益を上げていましたが、当局の統制に抵抗したことで、幹部が処刑される事態に至ったのです。貿易会社への統制強化は、北朝鮮国内の流通網に大きな混乱をもたらしています。中国からの輸入品が激減したことで、食料や日用品、燃料などの深刻な不足が生じているのです。デイリー NK の取材によると、2024年4月の平壌市内では、商店の棚から商品が消え、闇市場では米の価格が1キロあたり、約1500円から約2250円に高騰したといいます。また、ハムギョンブクドのある村では、食料不足に苦しむ住民約300人が県庁舎に押しかけ、飢えに苦しんでいる食べ物を出せと抗議する事態が発生しました。この抗議行動には、高齢者や子供も多く参加していましたが、警察が出動して鎮圧に乗り出し、数十人が負傷したと伝えられています。北朝鮮当局は、深刻化する経済危機を隠蔽するため、情報統制を一層強化しています。ハムギョンブクドの住民騒動に関する情報を外部に漏らした者には、政治犯収容所送りなどの厳罰が課されると言われています。また、中国との国境地帯では、脱北を防ぐため、警備が大幅に強化されています。2023年には、脱北を試みた20代の女性が、銃殺された事件も発生しました。この女性は、中国人の密輸業者に多額の金を払って、国境を越えようとしましたが、国境警備隊に発見され、容赦なく射殺されたのです。北朝鮮では、脱北者を反逆者とみなし、極刑に処すことが常態化しています。北朝鮮メディアの労働新聞は、
2024年5月、一部の企業所や共同農場で社会主義原則を無視した活動が行われていると批判し、市場活動への締め付けを一段と強める方針を示しました。また、ハムギョンナムドでは不法な商売を行ったとして、150人以上の女性が教科書に送られたと伝えられています。このように、キム・ジョンウン政権は市場経済の抑圧と国家統制の強化に躍起になっていますが、その背景には体制維持への危機感があるとみられます。北朝鮮経済が破綻寸前の状況に陥る中、住民の不満が高まり、社会不安が広がることを恐れているのでしょう。しかし、市場の力を完全に抑え込むことは不可能です。むしろ、統制を強めれば強めるほど、闇経済が拡大し、政権への反発が強まるという、悪循環に陥るリスクがあります。北朝鮮の経済危機は、金正恩政権の誤った政策に起因するものであり、その責任は重大です。核ミサイル開発に巨額の資金を投じる一方で、国民の生活を顧みない姿勢は、到底許されるものではありません。国際社会には、北朝鮮の非人道的な実態を追求し、政権への圧力を強化することが求められます。労働者への賃金支払いが、セメントの現物支給に。北朝鮮では、深刻な食料不足に直面しており、国民の生活は、困窮の度合いを増しています。平安南道にあるセメント企業では、労働者への賃金支払いがセメントの現物支給に切り替えられました。従業員は5日間の労働に対しセメント 20kg を受け取っているのです。セメント 20kg の市場価値は約4500円に相当し、これを売ることでトウモロコシ約 7kg を購入できるといいます。しかし、これだけでは家族を養うには到底足りません。2023年時点で北朝鮮の一人当たり GDP はわずか約14万7千円と推定されており、多くの国民が貧困に苦しんでいるのが実情なのです。実はこのようなセメントの現物支給は1990年代後半の苦難の行軍と呼ばれる大飢饉以来のことです。当時北朝鮮では少なくとも33万人が餓死したと言われていますが、実際の犠牲者数はその数倍に上るとの見方もあります。金正恩政権下での貿易会社に対する統制強化は国内の流通を混乱させ、食料不足に拍車をかけています。また、北朝鮮当局は、深刻化する経済危機を隠蔽するため、情報統制を一層強化しています。ハムギョンブクドで起きた食料を要求する住民騒動に関する情報を外部に漏らした者には、政治犯収容所送りなどの厳罰が課されると言われています。デイリー NK の報道によれば、チョンジン市の抗議行動に関与した住民のうち、20人以上が国家保衛省に拘束され、行方不明になっているといいます。国連の推計によると、2021年から2023年の間、北朝鮮国民の 47.8% にあたる約1270万人が栄養不足に陥っていたとされます。特に幼い子供たちへの影響は深刻で、5歳未満児の約 19% が発育不全に苦しんでいるのです。北朝鮮の子供たちの平均身長は、同年代の韓国人と比べて、男子で 10.6 センチ、女子で 11.4 センチ低いというデータもあります。北朝鮮の食料不足は、国境封鎖や相次ぐ自然災害、長年の経済制裁などが複合的に作用した結果です。しかし、根本的な原因は、非効率的な計画経済と軍事費に偏重した予算配分にあると指摘されています。2024年、北朝鮮の軍事費は、国家予算の 16.2% を占め、約9400億円に上ったと推定されています。一方で、農業関連予算はわずか 5.9% にとどまっており、食料増産に向けた投資は後回しにされているのが実情です。金正恩政権は国家経済発展5カ年計画を掲げ、2025年までに食料問題を解決すると宣言していますが、その実現は容易ではありません。むしろ、強権的な統制を強めることで国民の不満が高まり、体制の不安定化につながるリスクもはらんでいます。2024年4月、平壌市内の食料配給所で配給量の不足に起こった住民が店員を殴打する事件が発生しました。この男性は、毎日毎日飢えに苦しんでいるのに貴様らは何をしていると叫びながら店員を殴りつけたといいます。この事件は、北朝鮮の食料難がいかに深刻な状況に達しているかを物語っています。また北朝鮮では、食料不足を背景に、脱北者が急増しています。
韓国統一部の発表によれば、2023年に韓国に入国した脱北者は1984人に上り、前年比で 35% 増加しました。脱北者の中には、飢餓に苦しむ末に、命がけで国境を越えてきた人々も少なくありません。ある脱北者の男性は、家族を養うために、毎日毎日必死で食べ物を探し回っていました。でももう限界だと感じ、脱北を決意したのです、と語っています。この男性は、中国を経由して、韓国にたどり着きましたが、その過程で、凍傷で指を2本失ってしまったといいます。北朝鮮の人々が、再び1990年代のような、悲惨な状況に追い込まれることがないよう、国際社会は、人道支援の拡充と、制裁の見直しを検討すべき時期に来ているのかもしれません。同時に北朝鮮政府には、軍事よりも民生を優先し、市場経済の導入を進めるよう働きかけていく必要があるでしょう。しかし、金正恩政権が自らの意思で改革に舵を切るとは考えにくいのが現状です。むしろ、体制維持のために、さらなる弾圧と統制の強化に走る可能性が高いと言えます。北朝鮮で韓流ブームが起こる理由。北朝鮮の特権階級の中でも、韓国の映画やドラマに夢中になる人々が増加しており、金正恩体制への疑問が高まっています。2024年5月、米韓両政府は北朝鮮人権協議会を開催し、金正恩政権の取締り政策について議論しました。2020年12月に制定された反動思想文化排除法に基づき、韓国文化の流入を取り締まる方針が一層強化されているのです。この法律では、韓国の映画、ドラマ、音楽などを視聴したり、流布させたりした者に対し、最高で死刑を科すことができると定めています。実際に2023年9月には、ピョンアンナムドの20歳の女性が、韓国ドラマを視聴していたとして摘発されました。さらにその女性にドラマを渡したとされる、特権階級の人物も、厳しい処罰を受けたといいます。北朝鮮当局は、特権階級や、都市住民らの心の離反を防ぐため、韓流コンテンツに対する取り締まりを強化しています。2024年3月には、最高人民会議で、朝鮮語準化法が採択され、韓国式の言葉遣いを厳しく取り締まることが決定されました。違反者には最高で死刑が科されるとのことです。また、他にも韓流音楽を聴いていたとして、20代の青年男女15人が懲役刑に処されました。彼らは外国製のスマートフォンを密輸し、韓国の音楽アプリをダウンロードしていたのだそうです。北朝鮮の若者にとって、こうした行為自体が反逆罪とみなされてしまうのです。北朝鮮の人々が韓国文化に夢中になるのは、他に娯楽がないからだと指摘されています。経済制裁により、北朝鮮経済は疲弊し、多くの国民が貧困に苦しんでいます。そんな中、韓国のドラマや映画は、華やかな世界を垣間見せてくれる数少ない娯楽なのです。脱北者の証言によると、北朝鮮では韓流コンテンツが入った USB メモリが闇市場で高値で取引されているといいます。1本あたり7000円から1万5000円ほどで売買されているそうです。この価格は北朝鮮の公務員の月収3000円の2倍以上に相当します。金正恩政権は、こうした状況を体制の危機と捉え、韓流排除に躍起になっています。2024年1月には、韓国の人気歌手、IU の曲を口ずさんでいたハムリョンブクトの女子高生が公開処刑されたとの情報もあります。この処刑には多くの市民が動員され、反逆者には死あるのみというメッセージが発せられたといいます。しかし専門家からは、締め付けを強めれば強めるほど、かえって反発が強まるだけだ、との指摘も出ています。北朝鮮の人々の不満が高まれば、体制の不安定化につながりかねません。実際、2023年には、韓国文化の取り締まりに反発した若者たちによる抗議行動が各地で発生し、治安当局との衝突も報告されています。金正恩政権には、国民の生活を改善し、娯楽の選択肢を増やすことで、自然と韓流人気が下火になることを期待するしかないのかもしれません。しかし、それには市場経済の導入など、抜本的な改革が不可欠です。2023年12月、金正恩委員長は、社会主義経済強国建設の新たな道を切り開く、と宣言しましたが、具体的な政策転換には踏み切っていません。北朝鮮の韓流ブームは、単なる文化現象ではなく、政治的な意味合いを持っています。それは北朝鮮の人々が、
自由と豊かさを求める心の表れでもあるのです。金正恩政権が国民の願いに応えられるかどうか、それが問われる時期に差し掛かっているのかもしれません。2024年2月、韓国の文化体育観光部は北朝鮮の韓流ファン支援プロジェクトを立ち上げました。このプロジェクトでは、韓国文化に触れたいと願う北朝鮮の人々に向けて、ドラマや映画、音楽などのコンテンツを提供することを目指しています。もちろん、北朝鮮当局の目を盗んでの活動となるでしょう。しかし、こうした取り組みは、北朝鮮の人々に希望の光を届ける可能性を秘めています。韓国文化を通じて、自由と民主主義の価値に触れることができれば、北朝鮮社会を変革する原動力になるかもしれないのです。あなたはこうした崩壊寸前の北朝鮮についてどう思いますか？ぜひ意見や感想をコメント欄にお寄せください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またあなたとお会いできることを楽しみにしていますね。